旋風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 ちょい歩き緊張系ですからね。さあ本日最終試合決定戦です。対空2勝スマホだからそういうの通んないんですよ、うん、あ今のうまい。シャナミチョップにチョップはね合わせたいところでしたね。やっぱりね一発入ったが、あいいね、ずらして後ろ投げ、足んないんだよな。これはしょうがない、ラウンド序盤でなっちゃうのはどうしてもね難しいところです。あれはまた立ち投げしてなかっただったから今多分かなり投げかなり分が悪いね。いやーこの2勝これはつながってます ね、 いやもうねバリエーションが豊富すぎる。微調整してゲージ解消したかったがさすがにできず、さあ新谷リーチ、あちゃんとダッシュ投げの外にいるのが偉すぎる。あ投げれる今新田のプランとしてはジャンプ中継最先端だったんで、うん、そうだね微妙な距離だったね。時代を先行く最先端の中継を高く当てすぎて投げかくっちゃったかな。さあ2枚目今度は下段タックル、これねゲージ貯めて勝てばね、あいいじゃんいいじゃん、これは、ね、面白くなってきたよ、これはでかい、面白くなってきた、あいいじゃん、うめえな、あいいよ、届くの分かってた、今めちゃくちゃギリギリでしたけど、ね、あいいよこれ、これはダッシュ層かかりました、ここで殺さないと、ここで殺さないと終わるよ、あっ、入れてない今ね、すごかった、最後。いろんな見どころありました。いやよかったよ忍今日投げ以外